ヤホーキラーです。今回はサンリオの新商品を3つ買ってきました。サンリオコンビニコレクションといったコンビニをテーマにしたシリーズが新登場らしいです。コンビニの定番商品を感じさせる面白かわいいデザイン、今から商品見せようと思ってるんだけど、入れ物からしてもう本当にかわいいの。こんなんね、コンビニにあったら即売れますってレベルでかわいい。はい、じゃあ購入品3つ紹介していきます。まず1つ目、あ、もう1個目からめっちゃ可愛いから4つ。サンリオキャラクターのシークレットマスコットです。マジでもう可愛い、可愛すぎる。さあ何が出るでしょう。うわー、あちらーじゃない。え、まだ中入ってないよね。もう入ってなかった。来てたねー。ダメージ50くらった。え、でも可愛いね。やっぱ可愛いわサンリオって。キティちゃん、ピンクだ。リボン。いつも濃いめの赤やったような気がするけどね。気になる中身をご紹介しましょう。私もとっても気になります。じゃじゃーん。可愛いハート。何これ。これはグミなのでしょうか。キティちゃんのラムネ風マスコットです。しかもハートが立体的だ。かわいいな。このパッケージ裏もかわいいの。見てよ、めっちゃかわいい。瓶からキティちゃんがひょこって出てるのもうめっちゃかわいい。はい、英語です、英語です。読めます私。You have a 結局英語はわかりませんでした。で、ここバーコード、ハートになってるの、下が。かわいい。こんなにかわいいバーコード見たことない。2個目は、じゃーん、もう待て、シナモンが来たーって感じなんですけど、はい、マスコットホルダーのお菓子、ゼリー飲料バージョンですかね。もう一つ、おにぎり、パンのバージョンもあるんですけど、今回はやっぱりシナモンが欲しいということで、別にしました。いやもうマジで可愛いよね。今回は夏にぴったりなレモンとシナモンが描かれてますね。本当にもう可愛すぎる。ドットとかストライプとか何でも本当シナモンと似合うんだね。裏は、うわ、裏めっちゃ可愛いんだけど、え、これなんて書いてある。キャリー、ラブって書いてある、一番下の。え、星3つの 100% やあって全部 100% やったし。あ、パワープレイン、はいはいはい。え、バーコードさ、こっちのバーコードも可愛いんだけど、星が3桁の受けたことに星が書いてある。めっちゃ可愛い。あ、しかもここやばい、やばい、シナモンマジでやばい。ラブ、これリサイクルマークだよね。本当にもう可愛すぎる。平和になるわ。で、まずタグも可愛いよね。最後の大目玉といったところですかね。最後の3つ目は、じゃん、シークレットマスコット。どれが出るかはお楽しみ。ミニチュアの食品サンプルみたいなマスコットだよ。はい、シナモン、これが欲しいです。もう他のラインナップ見せる前にもうこれが欲しい。じゃあシナモンが入ってることを願って開けます。3、2、1。じゃない。え、ちょっと待って、キティちゃん、いや2回連続キティちゃんですか。ハローキティドーナツ風マスコット。え、めっちゃドーナツ食べたくなったんだけど。やばいな、サンリオの力って。開けましょう。あ、これドーナツ全部くっついてるわ。離れるかと思ったけど。優しいイラスト、絶対ドーナツ美味しいわ。裏は、あ、これも
あーラブ100% のハート3つですね。フルコンボだ。はい、ということでサンリオコンビニコレクションを3個紹介しました。いや、もう可愛い。でもここでシナモン見捨てるのはちょっとシナモン氏として良くないのかな。今回の MVP はドーナツのキティちゃんです。理由は単にドーナツが食べたいからです。